はい、三権分立をね、ぶち壊す、この検察庁法改正案に抗議しますなんですけども、まあ先ほど動画上げてからね、まだ1時間も経ってないんですけども、もう素晴らしく増えましたよ。223万4千件を超えてますね。なんか災害でも起きたんでしょうかってぐらいの、このツイッターの盛り上がりなんですけども、これね、多くの国民の方が、どう考えてるかここに反映されてますよね。特にツイッターを使えるようなインターネットにね、非常に精通している、インターネットを当たり前に使ってる世代っていうのはこのぐらいのこう民意を持ってるってことなんですよね。逆に言うとインターネットを使えない人っていうのが本当にね遅いっていうかね、全然頭固くて困っちゃうんですけども、そういう方が一定の方向性を決めるのは本当に皮肉な話だなと思います。どちらかというとね、こういうふうなインタラクティブなツールを使ってる方が、まあ、私は民意を反映してるのに強いと思うんですけどね。ちょっとクリックしてみましょうか。クリックしてみると、まあこういうふうな形出てますけどもね、この顔ですよ、この顔。三権分立どこ行ったと批判続出。当たり前ですよね。これ、法の番人たるね、検察庁長官になろうともしてる人が黒川さんだったらね、よく理解してると思うんですよ。こういうね、なんかこう、人の良さそうな顔してますけども、なんかこう、どんどんこう、ね、怒りが込み上げてくるような表情になってきましたね、これはね。この人に別に罪はないのかもしれないですけども、これから罪を犯すんでしょうか。検察庁、いやー、本当にね、何が問題か知りたい方は、こちらをどうぞ、とこういうふうに言われてます。火事場泥棒を許さない。そうなんですよ。今ね、なんか一致団結して国民全員でこの国難に立ち向かっていきましょうっていう割には、それを言った張本人がやばいやばい、自分のやばいところを消すために、ちょっと黒川さん検察庁の長官に入ってくださいみたいな感じでね、もうコソコソってやってるわけですよ。何なんでしょうかね。もう敵はうちにありっていうのかもしれませんけども。お、松尾さんだ。キッチュですね。懐かしいですね。ユキとキッチュの、少し夜更かしみたいな番組でしたっけね。ところでツイッターではようやく検察庁法改正案に抗議しますへの、擁護というか反論めいたものが出てきて、検察は行政の一部なので三権分立の崩壊には当たらないという投稿が急に出てくるようになった。苦肉の反論っていう感じだけどって感じですけども、どっちが苦肉なのか本当わかりませんけどもね、インターネットを使える世代の正直な発信がインターネットを使えない世代によって黙殺されているようなところがあるんではないかなと思うんですよ。もう投票をね、ツイッターでやったらいいんじゃないかと思いますよね。だからツイッターが使えないようなね、低レベルな人っていうのははっきり言ってもうこの国の上には参加してほしくないなって私は思うんですけども、これは言い過ぎでしょうか。さあ、次はですね、どこかな、これか。また出てきてました。TBS 作成のこの分かりやすい動画が評判いいので見たび置いておきますということです。これがなんかいい動画なんですかね。ちょっと見てみましょうか。63歳でしょ。一度もこれ破られたことがないんですよ。しかし今回安倍政権は閣議決定だけで法律の解釈を変えてしまった。なんと強引で横暴なんでしょうか。これはダメでしょうね。え、森法務大臣がね、まためちゃくちゃなこと言い出すわけですよ。口頭決裁、友達じゃないかねえ。だから黒川さんじゃないといけない理由はないんですよ。あるとすれば安倍総理の有罪をひた隠すためですよね。で、国家公務員法っていうのを無理やり出してきて、検察庁法っていうのがあるわけですから、ここはね、何回も議論されて、悪意ある運用がないように、何回もね、守られてきたところなんですよね。安倍政権はこのルールを閣議決定で変えてしまった。閣議決定ってのは何なんですかね。集団的自衛権も随分ね、強引にやってきましたけどね。まあもう本当にね、これ、あれですよ。見てください、皆さん。この動画。TBS が作ってくれましたよ。法的安定性が、そんな批判も上がっている。批判しか上がらないと思うんですけどね。首都大学東京のこの方も言われてますよね。だから横暴内閣が、その昔ナチスヒトラーが出てきた時のワイマール憲法ですか、あれの悪用がありましたけども、あれと似てるとする声もありますよね。いや、本当にどんな世の中になってしまうんでしょうか。こんなことやってる場合ではないんですけどもね。安倍総理は自らの罪を逃れるために、法務大臣が答弁しなくて、それですよ。
法務大臣が来ないようにして、めちゃくちゃですね。もうね、言葉が出ませんよ。松本文明さん、文明さんですか？かあ、ここちょっと読んでみましょうか。国家公務員法の定年延長の法案が実質審議入り。検察官の定年延長を可能にする改正案も含まれます。黒川検事長の定年延長が違法とされる中、法自体を変える動きにも野党側は森法務大臣の出席を求めましたが、与党は拒否。本当にとんでもないですね。開催が強行されました。ね、森法務大臣、だから喋りが下手でボロを出すんですよ。まあだから、口の下手な人は出さないようにして、まああとはね、口裏合わせてみたいな感じなんでしょうね。それからあまりにも強硬に反対するものには、ちょっとね、お小遣い渡して黙らせるみたいな。で、維新の会がそれをやってるわけでしょ。維新の会は完全にね、自民党のもう、なんですか、手下になってしまいましたね。これは、橋本元府知事の意思なんでしょうか、それとも、橋本徹さんの意思を曲げて、維新の会が勝手なことをしてるんでしょうか。もう橋本さんはね、維新の会なんて潰してしまえみたいなこと言ってましたけども、どうなっちゃうんでしょうかね。怖いですね。もうなんか、未来に夢が持てないということになってきますけども、どうなんでしょうか、こんな状況でね、こう、今、こういった感染症のことで、保証とかが全然行われてなかったり、マスクすら届かなかったりね、10万円も手にしてる方がまだ少ないということで、いろいろ物議を醸し出していますけども、もうやけになってね、もう、自ら命を絶つ人も出てきてるわけなんですけども、そうではなくって、やけになってね、あいつの命を絶ってやるみたいな論調にならないことを望むんですけどね。やっぱり日本人同士がこうやって貶め合う姿っていうのは、あんまり見たくないと。でも、抵抗せずに叩かれるだけっていうのも、面白い話ではないですし、ここはね、もう一回、スタートラインから決めてもいいんじゃないかと思うんですよ。で、今は、とりあえず感染症対策に対して、もう、ね、みんなで一致団結して突破していくと。その後で、もう一回これやりましょうって話なんですよ。どう考えても黒川さんはダメなんですから。こんな違法すぎるぐらいの違法ですよ。もう国が存立して以来の違法です。これリツイートしていきましょうか、これもね。いやー、これね、今までの、小学生、中学生のね、社会の教科書を書き換えないといけないの問題ですよ。まあ日本もかつて教科書に墨塗ったりしましたけどね、戦時中のね、戦後。あれと似たようなことが起きるんでしょうか。まさに日本の戦後は今起きてるみたいな感じになってきますね。怖いですね。こうやって冗談みたいなね、図も上がってますけども。ね、これお笑いじゃ済まされないですよ。本当にね。なんとも言い難いですね。皆さんどうお感じでしょうか。じゃあさよなら。